おはようございます。今9時ちょい過ぎなんですけど、昨日なんか結局朝までじゃないな、まあ、12時ぐらいまで飲んじゃって、あ、終電ねえよって思って、どうやって帰ろうかなって思ってたんですけど、みんな普通にタクシーで帰ろうって言ってそれに乗っけてもらって、はい、あ、みんな金持ってんだなって。そりゃ持ってますよね、30超えてんだから。そっか、それなりに、はい、みんな金持ってますね。地元戻ってきました。今日移動しかしてないですね。それよいよい腰の650ラマリの、アラジン見つけたんで、それぐらいしか器がないんで打ちます。お疲れ様です。今時刻が9時で、はい、今日はいろいろな台打って1000円勝ちでした。ちょっと疲れちゃった。今日なんか無駄に移動したりとかしていろいろ疲れたんで、ちょっともうイタリアチェーン店に行って飯食ってもらいたいと思います。お疲れ様です。今19時ぐらいでようやく予定終わって、今から打ってます。はい、あるかな。お疲れ様です。結局あれですね、数台打って1000円勝ちでした。明日は生がつく日なので、いい抽選行くためにもちょっと酒飲みます。明日はいい番号引くぞ。やっちゃった今。9時50分です。ああ、バカだ。ああ、8時半に1回起きたんですけど、アラーム止めてまた寝ちゃいました。ちょっと、急いで向かいます。今、11時ぐらいなんですけど、一応なんか、ゴキドキ用のリゼ狩りとか、1台やって、30万円ですね。ちょっと、鼻毛抜かないかも。やっちゃったら、もう遅刻するとか寝坊っすよ、もう。社会人で言ったら、大事な会議に遅刻するようなもんですからね。そう思うと、80キロいいっすね。誰にも怒られないし。
時半ですが、なんとか1400枚出して今2万勝ちでいいです。今9時半ですね。あ、鼻毛なくなったの。向いてないですね。まあ、とりあえず今日は3万勝ちです。よいしょ。やっぱ一番うまいっすね。うん、なるべく味がない方が酒はいいですから、ね、うん、よっしゃ。おはようございます。今日は12月8日で今9時ぐらいなんですけど、ちょっと午後ちょっと予定があって、まあ1台だけ U タイム打って、それでまた夕方から打てたらいいなって思っています。飲んじゃうかもしれないけど。明日は夜、夕方ぐらいまで出るんで、本当に頑張って実践したいと思います。明日、ああ、脇毛めっちゃ伸びてる。12月9日です。ちょっと普通に寝坊しちゃって。
ちょっと気を引き締めようと。今2時20分でなんとかアプリが出てくれて2000円負けて、まあ、ファンってなんですけどね、カバメリ様様。お疲れ様です。ですね、今日は結局2万1000勝ちですね。10日なんですけど、はい、充電がなくなって充電しながらちょっとトワールのレールが打ったんですよ。今6時50分ぐらいなんですけど、2万1000負けですね。ペルソナが本当全然出ねえな、本当もうバッテリーも、いや全然充電もできないし、はい、もうしょうがないです。切り替えて頑張ります。お疲れ様です。結局今日は2万1000負けでした。ペルソナ本当ちょっと出したいんですけどね、本当感想とかしてみたい。どういう引き使えば感想できるんだろうな。まあ、今後もペルソナ多分打っていくんで、いつか感想したいなって思いました。おはようございます。12月11日で、今時刻は11ぐらいですけど、一応 U タイム1でマクロス打って、まあ、6000勝ちです。毎朝こういうこれぐらい勝ってくれるやろないいんですけど、はい、そしたらね、毎日6000勝ってくれたらそれだけでいいもんな月18万ぐらいになるし、まあ、そんなの無理なんで。まあ12時ですね。U タイム2台打って2000勝ち。今日の実戦終了。
れ様です。今朝の3時ですね。もう月曜日になっちゃったんですけど、はい、今日は2000円負け、あ、そう言ったのかなあ、酔っ払っちゃって言ったのかどうかも覚えてないですけども、本当に、はい、あれですね、本当にまた来週からも頑張っていけるので、おい、よろしくお願いします。